ちょっとマジで今日やばいいやもうヘキトラー史上でこんなことが起きるのかっていうぐらい、ね、ビッグゲストが俺らもさ、宮迫さんに6キロのやつの時さ、うん、断られるだろうみたいなって思いながらもダメ元でこうお願いしたわけ。そう、そしたらいいですよ、心よ、いやもう OKOK って心ね、心を広く、なんていうの、心よく、心よく、心よく緊張してる、あーちょっと緊張してるね。まあね、もう神々しくない、確かにもう今日スペシャルということで、そうね、スペシャルを演出するために貼りました。いやちょっとでもそんな何疑ってたんでしょ、ちょっと昨日で、ちょっとなんかあことはちょっと疑ってたけど、まさか宮迫さんが来るとは思う。いやそれは絶対にないじゃん、うん、そう多分思い描いてるとしても、うん、なんかこう部屋がこうなんか改造されてるとか、うん、解散しようとか、うん、まあ、そういうドッキリだと思ってると思って、うん、カンコレか、カンコレの時の相馬さんの反応もさ、うん、めちゃめちゃもう出れてね、光の影に超えてたから、ね、今日相馬の持ち味が一番活かせられない回かもしれない。俺も緊張してるからさ。いやいやそうだよね、あ 俺基本的に 人見知りがすごいし、い その中で宮迫さんってもう相当やばいから、相馬が芸人さん苦手克服企画だとしたら、ヘキョウの場合人苦手意識克服企画せなそっからもうそっからだからいきなり100人バーンって表して一人と喋ってって言って初めて克服できるかできんかみたいな、そそのぐらいのレベルなんです。マジカルビにかかってますけど、あ、俺か。俺は別に面白いこと言わないから、うん、言えないし、いや言えるよ、面白い、言えないんだよ、面白い、いやいや、だから一回やめたい。一回やめたい。 YouTube 最初やめたのは、あ、俺面白くないんだなって自分自覚したからもうやめてるわけだな。本当面白いよ。いやいやいや、もうだから面白いのは相馬と影響2人で十分なので、はい、はい、頑張ってね。俺らも面白いわけじゃねえから。まあまあまあ、俺たち喋っただけで褒められるのも視聴者に。そうなんだね。コメント欄見てたらさ、なんか、あ、ヘキョウが喋ったみたいなさ、クララが立ったバリで。え、そんな喋るの珍しいぐらいの感じ。じゃあ、まあまあこの感じいいよね。うん、やりますか。やりましょう。やりますか、待って、待っておきましょう。待ちましょう。この後ね、実際ちゃんと宮迫さんとオープニング撮るんで。うん、そこでね、どう会話するかだよね。ちょ、俺マジ置物になるかもしんね。いやもう、したらもう俺がめちゃめちゃ絡まるわ。絡まる、もう今日ダメだ。いや大丈夫大丈夫大丈夫、よし頑張る、大丈夫、宮迫さんプロだから。そうだよね、宮迫さんが全部なんとかする。他人任せ。そうそうそう。頑張りましょう。いやもう宮迫さんお願いします。お願いします、お願いします。やべえ緊張する。よっしゃ、おー来たよ、ナイスタイミングすぎる。